はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ、第5回かな、やっていきたいと思います。前回はですね、ドミトレスク3姉妹のうち、まあ、ちょっと誰かわかんないんだけど、1人と、対峙して、でめっちゃ戦ったんですけど、倒せなかった。で、最後の方に発見したのが、これ倒せないんじゃないっていう、逃げ道みたいなのがあったんで、そこへ逃げ込んでいきたいと思います。で、この目をはめるところから。で、死んだ後結構戻されたんで、一応ちょっと探索を終えて、デュークのところでセーブして、今、ここへ向かってきたところになります。ショットガンは一応持っておく。ちょっと急接近された時に撃ちたいんで。このハエみたいなのが来て、一回外に放り出されたよね。男をバラすのは久しぶりだ。こっち行って、ここ行けない。それから頸動脈を切ってあげる。でここ。生きたまま。で死んでから。ここ。どっちが。でどっち逃げる。もう我慢できない。え、なになになにどこだ。上か。ちげ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 。え、なに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 なんだ。おお、落ちた。逃げ切った。なんかあるね。1958年今日からお城で勤めることになった使用人の人が女の人ばかりでびっくり。城主様とお嬢様たちの機嫌だけは損ねないように強く言われた。どんな人たちなんだろう。もう機嫌を損ねないようにしなきゃいけない段階でさ、もうろくなもんじゃないよね。お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダニエラお嬢様に粗相をして顔をナイフで切れた。ほら。もう終わってるよ、こいつら。夜になると亡霊みたいなうめき声が聞こえる。家に帰りたい。やめればいいじゃん。どうしよう。お嬢様たちが食事しているとき、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んで、すぐ閉じろって。きっと私も地下に連れて行かれる。どうしよう。もうそれだけで。もうスーパーブラックだよね。あと給料どれくらいか。超危険な仕事の代わりに超給料が高いっていうんだったら、うん、まあ自分で選んでくださいって感じだけどね。で今どこに吹っ飛ばされたの。下に来て、これどこまでが赤だ。こっから先行っちゃうとちょっとアイテム、お、あるじゃん、青じゃん。 OK。あとね、画面揺れをちょっとオフにしました。画面が揺れると多分見づらいかなって思って、少しね、動画の編集を。うお、びっくりした。ドミトリスクじゃん。え、今は気づかれてないか。てかこれさ、こんな穴があるところでさ過ごしてんの。ほんとどうなってんだここ。ワイン、多分ワイン好きなんだろうね。あっち光ってたな今、ハンドガン。まあ、こっちへ行こうとするんだけど、先にこの中を見よう。行けないかな、そもそも。少し押し込まなきゃいけないんだよね。押し込みもね、多分ねオフにできるっぽいんだよね。あ、いけない。じゃあそうするとアイテムは取ったからこっちへ行きます。銃弾は全部込めてある。ここのワイン部屋はなんとかの間って書いてあるね。待って、先に見る。樽は壊せない。あ、この木箱か。ハンドガン。よし。で、OK。この地図システム、マジ役立つわ。うん、どうすりゃいいんだ。今、立ってるしね。これ?あ、なんか書いてある?明かりを。今、明かりをって言うけど、これどうやって明かりつけんの。
揺らせんじゃん。ほら。ついた？ついてね。いや、本当に？こんな強引なつけ方すんの。でもね、持つとかがないんだよね。まあ、この揺れをやっぱり利用して。いや、待って。切る。おお強引すぎだろ。OK。で、先へ進める。ちょっと待って、暗すぎない？あ、明かりつけた。ん？え、どうなってる？あ、自動で明かりをつけるから。地図、特に何にもないか。こっちから入ってきたからこっちか。そうだね。ここは牢屋っぽいね。みんなここに閉じ込められたのかな。だからさっきのメイドさんたちもこまめに見ていこう。おお、やっぱりアイテム地帯だ。入れる。これは何の器具だ。ちょっとナイフにしとこう。ナイフでやっぱりこう切りながらね探索したいんで。一個一個全部見んの。いやー、これは凄まじい。完全に拷問器具だな。拷問部屋だな。むしろ牢屋っていうよりは。まあ、もともと追っかけ回されたのも変なのがあったからね。適合アリーナ、ミハエラ、ロイス、イグリッド、廃棄、いろんな人たち。これたまにね、名前見ると2周目とかやるとね、あ、こいつのことかっていうのが分かったりもする。アップ。あ、もともとここ行けなくなってんじゃん。アリーナ、食欲旺盛、イングリッドだけ不安定、時折意識覚醒。結構レポートみたいなのが積まれてんな。研究熱心だ。びっくりした。なんだこれ。ちょっとこれもこのアイテムは全部取れないかもな。380円。もう金がさ、時折落ちてんのが謎だよね。なんで金こんなとこに置いてんのっていう。切っとく。あっちなんかあった。近いわ。待って、なんだ。待って。くそ、このやろ。いっている。いやあ、もう一匹。あ、まだか。うわあ、弾が動けねえ。なのか死んでないのか分かんない。まだいる。まだいるのかよ。顔が近いから顔は狙いやすい。結晶化の頭蓋骨みたいなのがずっと置いてある。しかもこの扉がさ、邪魔してさ。ちょっと待って、まだ音がするってことはいるってことか。完全にアイテムに釣られた。ちょっと待って、体力は、まあ、回復薬2つあるからな。いや、 やっぱり前回あの死んでここに来て正解だったな。あの弾使い切ったところでここに来たらもう
閉めよ。待って、この牢屋の中とかにいそうだよね。弾がねすげえあって、ハンドガンでねこれ壊しちゃうんだけど、なんだこれ。手榴弾、バイブ手榴弾。手榴弾使い方がわかんねえ。普通の手榴弾じゃなさそう。だったらハンドガンで対処できるっちゃ対処できるのが分かったから、ハンドガンで行きたいけど、ナイフで壊す。そして弾、向かう先は多分こっちの方、いやこっちか。行ってないところがまあまだあるけど、やばい、一気にちょっと探索が嫌になった。敵がいるからね。これはスクラップ B。 音がするってことは多分まだいるんだよね。こいつらが降ってくるとか。ちょっ切ってみる。大丈夫だ。いやここちょっとアイテムゼロにするのは無理だな。あとこことここを調べてない、こっちも調べてないけど、いけるか。よし、なんだ。わかんないけど、なんか手に入れた。敵のでも探知能力はそんなにない。あ、ここはなくなったね。こっち行こう。いきなり攻撃されたかんな。どこに潜んでるか、クリアリングしていかないと。怖い、なんか音でかくなってない？声するね。逆か。待て、待て、本当に嫌だ。ちょっともう怖いから買ってこそう。はい、300円。ちょっと明るいとこ行こう。ベータ、2人いるんじゃん。ちょっともう連射だよこれ。ちょっと3人くらいいる。よし、イングリッド3500円。まだまだ落とすんだ。ただえっ、剣持ってる。あの剣欲しい。よし、弾結構使ったけど、それなりにアイテムも手に入れたことは事実。スクラップ A。 まあハンドガンで対処できたのは結構でかいな。体力は減ったけど、まだ回復薬も使ってないといえば使ってないからね。よし、こんな紙を、これはちゃんとナイフできる。ハンドガンで、ハンドガンが37発か。上が明るいね。おお、青くなった。オッケー。で、
これは開けられないんだよね。ドミトレスクの鍵かな。木箱がある。カサンドラがしくじったせいでこんな面倒なことに。カサンドラ、待って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 、これもまた逃げっか。健康な男持ち、うん、待ちきれない。いって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 、近い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 、よし、待って死んじゃうかもしんない。浴びるくらい血を飲みた。こっから逃げ切るか。とりあえずもう逃げるしかないもん、こいつは。で、さらにどっちだ。こっち、いや、取れるの。どの道具がいい。どこへ行くつもりなの、ボウ。銃弾が私に効くとでも。めっちゃ撃ったんだけど。なに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 。己人間ごときが。寒さに弱いってこと。私の体が崩れていくわ。電車が効かない。絶対にお前を許さない。いや、それはこっちのセリフだ。ハエごときが歯向かうなんて許せない。くそか、ちょっと待ってね、強引すぎるな俺、やっぱり。なんてことを。最後だ。え、倒した。トルソー、霊場のトルソー、ハンドガン。なるほど、寒さを利用してハエにならないようにハエを固めるのか。そんなに寒いの外。開けちゃったけど、ちょっとショットガン込めとこう。いや、ゼロだ、この5発しかない。なんかある。ちょっと戻る、そのアイテム回収のために。全然探索できてなかったからな。こっち側はほらあるじゃん、ショットガン。いいね。で、一応下にも降りられるんだけど、カサンドラがしくじったって言ってたよね。ここをゆっくり探索しよう。倒したのは誰だ、今倒したの。もう名前がわかんねえから。ここは少し迷路みたいな感じになってるけど、まだアイテムがありそう。鉄格子の鍵、ここ最初来たんだよね。こっからこう来て、あいつが現れて、もうさらっと見て何もちょっと見当たんなかったら先へ行っちゃおう。一応こう全部行けそうなところだけ見て、でこっちもまあ来て、でこう、あの机とかなんかないかな。まあいいや、わかんねえ、先行こう。で登ってきてこっちに来て、ここで戦闘になって先へ進みますと。明るい、これなんだ。肉みたいな感じだけど、もちろん手はつけたくない。めっちゃ揺れて、めっちゃあれじゃん。あ、こっちに逃げ込んでもまあ戦えるよっていうことか。また一人地下送りになった。あの子はスープを少しこぼした、みんな知っている。地下に行ったらもう帰ってこない、血を抜かれて恐ろしい、勇気に変えられる。皮と骨だけになったあの子は腐ったネズミの死骸をかじっていた。次は誰の番かしらね。もうやめろよ、そんな職場。そこまでして働かなきゃダメ。
まあ、みんななんか理由があるのかね、どうしても離れられない、借金を返すためにはもうここで働くしかないっていう。まだあるな、わからんけど。ん？あれ光ってる？上行けるわけではない。これなんかさ、光ってるっぽくない？これやってみる。うわ無駄した、しょうがない。これはだってレポートでしょ。ろうそくこのさ目玉みたいなのも気になる。トウモロコシまで干されてるよ。いやわかんねえな、ここら辺なんかありそうだけど謎。こっちだってもう別だもんね。あ？キーピック使うか。あの最初に使ったキーピックは使わないで別のところで使おうって。まあショットガンの弾確かに良かったけどね。おお、なんだ木彫りの女神像、金か。木彫りだからなんか大した金額にはならなそうだけど、これ何？アタッシュケースじゃん。なんかすげえ、ん？コンペンセンターとかいうのが入ってる。武器に装着できる。これ？え？すごくね？威力が大幅にアップするだよ。いいもん手に入れたな、初装着。え？ちょっと待って、どういうこと？装着した？武器の威力とか。あいつのとこ行かないと見れないからな。デュークのところ。見れないよね。アイテム詳細みたいなのがないから。まあ、装備はしてあると思うんだよね。あれ？パーツ装着。どういうこと？これ以外もパーツ装着してるってこと？は？調べる。閉じる。どの状況装着。あ、丸がついてれば装着してるよ。え、ちょっと待って、わかんない。消えた。ハンドガンを見よう。ハンドガンを見て判断したいけど、まあ、わからん。キーピック。ここにもあった。あー、ちょっと待って。やっぱりここ、赤いクラと逆に気になっちゃうよね。いや、アイテム。まあ、さっきみたいなすげえアイテムはもう多分ないと思うけど。どこだ？いや、これがやっぱすげえ気になるんだよね。光ってるよ。ただの光の加減か？そう思わせといて、また別のこっち。樽でもないしな。壊せるものも特に。あ！え？いやいや、待って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 。サンビル超重要、超重要じゃねえかよよかった見といて。キーアイテムじゃん。しかもあ、これあそこだ、ワイン部屋に多分やるんだよね。汚ねえけど、そこになんか書いてあったりはしないか。いや、よかったよかった。これ結構積むとこだった。あ、アイテムがねみたいな。どこ行けばいいんだかわかんねえってなるし。これどこに繋がってる？どこ、これん、どこだ？メインホールの食堂。あ、もともと行けなかったところか。食堂は食堂で、でも鍵がかかっててこっちは行けないから。ただこっから先はいけない。アイテムはなんかありそう。なんかもう地図ばっか見て申し訳ないけど、ほんと重要なんまだある。キラってほら光ってんのを見落とさない。どこに落ちた？これか、結晶で OK。
ガチャで、ここか。なるほど。ちょっとデュークのとこ行こう。一旦セーブをしつつ戦力を整えていこう。どうぞいらっしゃい。きっと新しい発見がありますぞ。もちろんです。で、ちょっと銃を見る。ハンドガン威力100。あ、ん、違う、威力上げられるわけじゃなくて、え、ここに威力が書いてあるわけじゃないの。まあいいや、謎だ。ショットガンどうすっかな。物資の確保は何よりも重要ですよ。ライフルの弾があるんだよね。間違いありません。スナイパーライフル欲しいよな。ショットガンの連射速度も結構重要。装填数か。無駄に連射してたかんな。まあ、売るもんは売ろう。まあ、あなたとの中ですから買い取りましょう。組み合わせて価値が上がるのがあったりするんだよね。例えば骸骨だったら、いや、あるか分かんないけど、その骸骨の目に目ん玉の宝石はめるとなんかジッパ人からげにはなりますがね、高くなるみたいな。霊場のトルソどうする。なんかさ、胸のところに、いやー、クリムゾングラスはまあ売っちゃっていいか。トルソはちょっと残しとこう。木彫りはいいでしょう。で、3000円、これも別にって感じ。25000円、結構なコンペンセーター。これ5000円で売れんだ。売らないけど。全ては投資の一環です。じゃあこれ買おう。連射速度8000円。これがあなたの力となり。装着。おお、ガンスミス弾か。だってこれ一発でしょ。一発150円でしょ。30発は買えない。2000円、言うても、でもまあ2200円か。15発、いや高えな。弾がち、あ、アタッシュケース買おう。ちょっとその商品は一番の人気ですよ。一応最大所持数が増えて、ショットガンちょっと装填数7か。装填速度も変えたいんだよな。やっぱ弾込めるのが遅いから。 2.8 の 2.6 ってどんくらい変わんの。まあいいや、チューナップしよう。すぐに仕上げましょう。よし、3000になってしまったけど、まあ一つ売却アイテム残してるからね。銃のカスタムも受けたまりますよ。もちろん良心的な価格でね。素敵な旅になりますよ。装備してある。いや、本当にこれが装備されてんのかどうかがマジで分かんねえんだけど。パーツ装着。あ、パーツ装着でここにくっつけんだなるほど、分かった。よし、できたできたできた。そうだよ、そういうことだよ。で、ちょ、見た目が変わったかどうか分かんねえけど、あ、武器力一応見てみる。今回は何をお求めで。プラス30になってるわ。コンペンセーターついてるついてる。うん、いいねいいね。そういうことか。大幅、まあ 1.3 倍はまあでかいはでかいか。よし、でちょっとセーブだけして、でそっからワインを手に入れたんで、ワインを上で使うんだけど、そのまますんなりと活かしてくれるかな。ワイン部屋。こっち。あれ？え、嘘。え、行けなかったっけ？ツインルーム。あ、ワインルームこっちか。ツインルームとかさ言ってたし。あれ、正面がワインルームだっけ。あ、ワインルームって書いてあるわ。で、ここにワインをね、やればいいと思うんだよね。で、一応先へ進めるように
なってちょっとガンパウダーだけやな、これだけ取ろうなったので、ちょっとじゃあこの先は次回、やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。